はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ時々曇り、気温31度、水温27度。今日は離島方面、竹富島の南エリアでスリーダイブ楽しんできました。本日の徹夜チームはじっくりマクロフォト派ダイバーの皆さん。水底に這いつくばってずっと撮影をしております。これ何を撮っているのかというと、黄色い体がとっても綺麗な銀河ハゼでございます。ハゼはとっても臆病なので、驚いてしまうと巣穴に逃げてしまいます。ハゼを驚かさないようにゆっくりゆっくりと進んでいくのがポイントになります。砂地の他にも大物狙いのポイントにも行ってきました。このグル君たちを狙って、イソマグロやバラクーダなどの大物が集まってくるポイントになっています。ここのポイントでは潮当たりのいい根の先端で大物を待つんですが、我々徹夜チームはひたすら下を向いて写真を撮っています。今日は5センチ以下の生物しか紹介していないような気がしますね。そんな僕も小さな生物を写真に撮るのがとっても好きなので、皆さんの気持ちが非常によくわかります。他にも真っ赤な大磯花が群生しているポイントにも行ってきました。前回の台風の影響でかなり大磯花が折れていたのがちょっと悲しかったですが、この大磯花をよく見ていくと小さな生物がたくさんついていて、これを見ていくのがまた面白いんですよね。特に今日はクダゴンベという珍しい魚を見つけることができました。チェック柄のとってもおしゃれな魚でございます。明日もじっくりマクロダイビング楽しんでいきたいと思います。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。